仕事しますよ。出番ですね。お願いですよ。出番だ。見せてあげるわ。頑張るね。もうちょっと。任せて。お仕事しますよ。調子いいよ。しますよ。いい感じだわ。これでどう？
Mm-hmm.
事しますよ。片付けます。私の番だね。これで終わりね。相手になるわ。ナイトメアの近くにいるな。行きますよ。早く終わらせちゃいましょう。私の番だね。逃がさないよ。相手になるわ。見せてあげる。遊ぼう。もうちょっと。任せろ。力を貸しましょう。
ライトメアが近くを見るわ。調子がいいです。頑張る。逃がさないよ。
行きますよ。
いのお見舞いです。行くぞ行くぞ。これで。
踏まないわ。やるぞ。片付けますよ。すっごいよ。すごいな。
ことしますよ。これはナイトメアの気配、力が湧いてきます。行くわよ、これでも味わいなさい。遊ぼう、まず遊ぼう。出番だね。これでどう？やるぞ！しっかりして！いくよ！本気出していきますよ。
調子がいいです。行くよ。これでまたジョークも。ひどいね。受けてみよう。調子いいぞ。これで何だろう。行くぞ。これなら何だろう。
番だね。レアです。お騒がせしました。元気もりもり。これで味わいなさい。レアですね。はい、いいね。これありがとう。出番ね。これで味わいなさい。私の番だね。思いっきりいくよ。すっごいよ。チチ行くぞ。あ、出番だね。任せて。ラプンツェルたち、すごい。よし、倒した。勝った。嫌なやつ消えろ。しかし本当に意思疎通が図れないナイトメアばかりね。みんなうまいこと連携取れたもんな。ねえねえ、今の戦い、かぐやすごいかっこよかった。確かにいい動きだったな。かぐやの素晴らしい活躍がなかったら我ももっと苦戦したかもしれぬ。そうでしたか。わらわなどまだまだです。まあわらわも多少は貢献できた自負はありますけど。ほんと、かぐやちゃんがいてくれて助かったよ。それなら、よかったです。どうしたのだ、かぐやよ。大丈夫か、かぐや。このくらい、全然。いえ、正直疲れが限界です。いきなり素直になったな。仕事はきっちりこなしましたからね。じゃあみんな少し休んでから出発しようか。どうするの、ツー。このまま拠点に戻るのかしら。いや、もう少しだけ探索したい。僕たちは今次の手がかりが全くない状況だ。だから他のエリアへの入り口がないか探しておきたい。そうだね、そうしよう。おつーちゃん、最大の脅威はもうないんだもんね。ナイトメアを倒した今、油断さえしなければ私たちが負ける要素はほぼないわ。それじゃあ休憩でさらにコンディションを盤石にして、それから入り口探しを始めよう。
ですね。あら、瓦礫が邪魔で先に進めないわね。他に道はありましたっけ？いや、どうだろう。少なくともこの先が別のエリアに繋がってるのは間違いなさそうだ。うん、向こう別の匂い感じる。どれ、我がどけてやろう。なんと、びくともしないだと。さすがにこの規模の瓦礫じゃ無理だろう。次は貴様か。よし、瓦礫を見事どかしたら何か褒美をやろう。本当に？じゃあ美味しいものちょうだいね。行くよ。全然壊れないよ。どうしよう、おつーちゃん、これじゃあ先に進めないね。白雪姫ならこの壁をどうにかできそうですね。白雪姫？そいつはどこにいるのだ？すぐに連れてきてこの無礼な瓦礫をどかすのだ。白雪姫は太陽教団に今もいると思う。太陽教団？炊き出しや孤児院、それに避難場所などを提供して弱者に手を差し伸べてる団体さ。ねえ人形、太陽教団っておいしいの？太陽教団は食べられないけど、そこに行けばおいしいご飯は食べさせてくれると思うよ。おいしいご飯、ラプンツェかい。とりあえずってあげるから。少しだけか。白雪姫はその太陽教団の副教祖として二代目筆家と呼ばれる地位にいるんだけど。なら次はそこに行けばいいのだな。残念だけど今は太陽教団がどこにいるのかまではわからない。それに見つけたとしても協力はしてくれないだろうな。なんだと？どうして協力してくれないと思うの？それは何かまずいことでもあるのかしら。実は白雪姫たち三姉妹はシンデレラが太陽教団の初代筆家である千秋を殺したと思ってるんだ。そうなんですね。シンデレラと同じく黎明にいた僕たちはそう簡単には信用してもらえないだろうね。
ジャック、おぎれおずぎ、あ、僕また寝坊した。ちょうどいい時間だな。ありがとうジャック。ラジマジジ、今日は少し早く研究室に行こうか。ラプンツェルやヘンゼルもきっとジャックに会いたがってるだろうし。おぐあいたジャックも楽しみなんだね。始めようか。まず教祖さんたちに会った経緯なんだが、ここもだんだんと人が増えてきたとはいえ、まだまだ他の人間に知られていないだろう。だから探索隊を組んで元の解放地区に助けを求めてやってきた生存者がいないか見に行ってきたんだ。そしたらミジルたちと出会ったの。びっくりしたよ。まさか太陽教団の教祖連れて帰ってくるとは思わなかったからさ。いやー、さすがのオイラも驚いて仕事の手を止めちまったね。タクミは最初からサボってただろ。ねえ、教祖さんって何？宗教の創始者のことね。宗教？
創始者？わかんない。ね、みんなを導く人のことだよ。なんだと？勇者である我と同じ宿命を背負ってるというのか？いや、勇者的な導きというより道に迷った人を導く感じかな。なるほど。ありがとう、ヒカリン。ラプンツェル、ヒカリンの子供が欲しい。ラプちゃん。みんな悪いけど話を進めてもいいかな？ごめん。ほら、とりあえずみんな座りなって。話を戻すけど、元解放地区で守たちと鉢合わせたのはそっちも？そう、私たちも生存者がいないか探しに元解放地区に行ったんだけどね。タイミングよく鉢合わせられてラッキーだったぜ。まさかここに新たな解放地区を作ってるとはね。ここを拠点にしながら景色少女のみんなや生存者を探していたんだ。本当、みんなに会えてよかったよ。3人が太陽教団に行っちゃってからはあまり会う機会もなかったしさ。そうだね。こうして再会するのってどれくらいぶりだろうね。わらわも懐かしく感じます。白雪も皆さんが無事かどうかもわからなかったですから、本当に会えてよかったです。私も今まで大変だったでしょ。よかったらこれからは。白雪、ネム、私たちは遊びに来たわけじゃないのよ。ごめんなさい、親指姉様。ごめんなさい。まあまあ親指、久しぶりの再会なんだし。現在太陽教団は独房エリアと独房エリアの間にある隙間のような場所に隠れてるの。ミチルをはじめとして私たちも教団員たちもみんなかろうじて暮らしている状態だわ。隠れ場所はあくまで一時しのぎ、ずっと住み続けられる場所じゃないわ。だから次の安全な場所を探していたの。じゃあここに。そんな時ミチルがお告げをくれたの。安全な場所を示すお告げをね。それはどこなんです？華やぐ美の先、今は亡き映画の向こう側。それってつまり旧芸術通りエリアの先よ。だけどナイトメアがいて通れないの。だから不本意だけど協力をお願いしに来たの。人に物を頼む態度じゃねえだろ。そうだな、どうか助けてくださいとひれ伏すがいいぞ。そうしたら助けてやらんことも。母ちゃん、今はちょっとだけ静かにしてて、お願い。僕の意見を言わせてもらえば、正直手助けできるならしてあげたい。なぜなら太陽教団全員を今すぐにこの解放地区に受け入れる体制は整えられない。かといって見殺しにはしたくない。それに安全な場所がもう一つできるなら今後のためにも手を貸すべきだ。そうだね、イツキの言う通り人間の住める場所が増えるのはいいことだ。親指、僕たちでよければ手伝わせてもらうよ。そう、一応感謝するわ。話せ人魚姫、我はあやつを殴らねば気が済まん。でもどうして通れない旧芸術通りエリアの向こうが安全だとわかるんですか？それはミチルが生まれ育った場所だから。だから何度も読み返した本みたいに全部わかっちゃうものなの。生まれ育った、
僕たちには知り得ない根拠があるだろう。じゃあ親指、準備ができたらすぐに行こう。道案内は任せたよ。結色少女が3人増えてだいぶ安定したとは思うけど、油断はしないでくれ。あ、白雪とネムは同行はさせるけど、戦いには参加させないわよ。どうしてですか、親指姉様。僕も戦う、親指姉様。ダメよ、あなたたちはまだ未熟、危険だから絶対に戦うのは許可しない。はい、わかりました。わかればいいの。さ、行くわよ。よし、それじゃあ出発しようか。よく来た。職業を変えたいのか。他に用事は？他に用事は？